皆さんこんにちは、ジャズバイオリニストの坪内由美です。今日は、一日の基礎練習というかウォーミングアップについて、紹介していけたらと思います。一番初めに取り組むのがセビシックスクールオブバイオリンテクニックスオーパス1ブック1っていうやつの、5番5ページ目に収録されているやつを、ひたすらやっていきます。次は、コンディミのフレーズを使った、練習をしていきますね。基礎練といえども音楽的に、美しいものをやった方がいいということで、最近はこういったフレーズの練習をしています。次にやっているのは休憩も兼ねてちょっとまあバイオリンと仲良くなる練習というか、なんとなく、出てきたフレーズを弾いてみる、表現してみるというようなことをやっておりますね。はい、最後にやっているのは実用アドリブハンドブックジャズフレーズ集という、本の中からその時にやりたい曲のキーですとか苦手なキーとかを、ピックアップして、基礎練の最後にそういうジャズフレーズを、弾くっていうのをやっていますね。まあ、廃盤になっちゃってるんですけど、これを Amazon で買ってこんな感じでフレーズがオールキーで書いてあるので、それをまあ苦手なキーとかよくやるキーとかで、練習しています。以上が私のウォーミングアップ、基礎練習の、紹介をした動画になります。メトロノームは使ったり使わなかったり、日によってピッチを調整したいときはメトロノームなしでやってみたり、リズム感調整したい強化したいっていうときにはメトロノームを使って練習したりしております。今私がやっていたコンディミを使った、基礎練習の方法とかは概要欄に PDF のリンクを貼っておくので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。この動画が参考になった方はぜひ高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。また、私はこういう風に練習しているよっていう方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で、残してください。それではこの辺で失礼いたします。ジャズバイオリニストの坪内由美でした。